マイア・ミッチェルは、オーストラリアの女優、歌手。テレビドラマ、フォスター家の事情のキャリー役、ディズニーチャンネルオリジナルムービー、ティーン・ビーチムービーシリーズのマッケンジー役で知られる。1993年8月18日、オーストラリアのニューサウスウェールズ州リズモーで生まれた。父アレックスは、タクシー運転手である。弟のチャーリーがいる。学校で、 地元の劇場で演技することから始まった。才能を買われ、オーストラリアの子供のテレビシリーズ、気分はぐるぐるに出演した。また、ブリタニー・フルーンとして配役された時彼女は大きなチャンスをつかんだ。2009年、SF ドラマ K-9 のタイムループを描いたエピソードでは瞬間移動の能力を持つ少女タフニーを演じた。2013年、ABC ファミリー放送のドラマシリーズ、 フォスター家の事情に出演している。日本では2015年2月から放送されている。同作品のスピンオフウェブシリーズガールズユナイテッドも制作された。演技はディズニーチャンネルにも評価され、テレビコメディシリーズジェシーにゲスト出演した。2013年ディズニーチャンネルオリジナルムービーティーンビーチムービーでロスリンチと共同主演を務めた。 7月の全米放送では約840万人が視聴した。ディズニーパークスクリスマスデイパレードでティーンビーチムービーのキャストとして楽曲クールに飛ばすぜのダンスパフォーマンスを行った。同チャンネルの番組フィニアストファーブに本人役で出演した。ファンタジー SF 映画ラストワールドで核爆発後の世界で核シェルターに入る10人を選ぶため生存をかけた。 サバイバルを描いた作品に出演した。2015年6月に続編のティーンビーチに2が放送され全米で約750万人が視聴。7月15日から19日まで同作のプロモーションのため初訪日した。18日開催されたファンミーティングで抽選により選ばれたファン約100人と交流を行っている。ビルボードジャパンのインタビューでファンイベントは 最高だった。みんな本当に良い子たちばかりで泣いている子までいて、その子たちを見ていたらこっちも涙が出そうになっちゃった。と感想を述べた。インタビューで共演キャストについては3年間ずっと一緒にやってきているのでまるで家族のような関係になっているんです。と語った。ロズリンチの考えでアドリブでキッシーンを演じ監督はとても驚いていたという。 作中に登場した男性の中でタイプはスペンサーの名を挙げ、私的チョイスとしては彼がいいかしら、と語った。品位を保つことを大切にしているというミッチェルの憧れの俳優はライアン・ゴズリングやヒラリー・ダフという。ありがとうございます。